こでは、ラスターデータ、イメージデータを、3次元のティンサーフェイス、地形サーフェイスに貼り付けて簡単なプレゼンテーションの資料と作れるようなイメージのドレープの機能について紹介いたします。まずその基本となる、DM ファイル、3次元の地形を読み込みます。オプションで、標高値に設定いたします。でファイルの選択で DM ファイル、 DM データを読み込みます。そして全要素すべて読み込みます。そうすると、3次元の DM データが読み込まれます。これをオブジェクトビューアーで確認するとこのように3次元のデータで読み込まれているのがわかります。ここで、3次元の地形サーフェイスというのを作成いたします。地形、名前を地形と入力してこの地形からですね、等高線から3次元の地形を追加していきます。そうすると、境界ができます。そうするとこのように3次元の 3D の面ができます。これに航空写真を貼り付けたいと思います。それではまず航空写真を読み込みます。航空写真を読み込む場合、ワールドファイルのような座標を持った航空写真であればその1座標に航空写真を読み込むことができます。メニューとしてはマップのイメージ挿入を選択します。そして航空写真とこのワールドファイル、これを選択します。そして開くと、そうするとワールドファイルが読み込まれています。これで OK を押します。で写真を、再配面に移すとこのような形で、航空写真のデータと、DM のファイルのデータの位置が正確に読み込まれたのがわかるかと思います。それでは、その Word ファイルですね、どのようなデータかということを確認してみたいと思います。このようなデータですね、四隅の座標がきちっとある Word ファイルのデータ、これを読み込むとこのような形で航空写真を適切な座標の位置に読み込むことができます。で、これを読み込んだだけで、この3次元の地形に対してティンサーフェイスにこの写真をドレープ貼り付けます。メニューはサーフェイスから UTT、イメージをドレープという機能があります。これを選択すると今の写真とその地形に貼り付けますということで OK を押します。そうするとこれでもう地形が貼り付きましたんで、オブジェクトビューアーで確認してみたいと思います。でここで、航空写真貼り付けたものを傾けてみて見てみたいと思います。このようにですね、航空写真を貼り付けて実際の3次元データ、周りの環境がどのようになっているのかということが見ることが可能になります。このように、航空写真を使うことによって簡単なイメージを、みんなで共有することができるかと思います。例えばここで造成の計画をしてみましょうと、ここの宅地開発を行うためにこの3地ですね、若干切らなきゃいけないと、このポリラインですね、このポリラインで造成面を作ってみますと、この宅地部分 48.91 という高さなんで49ぐらいの高さをセットしてあげます。まずこのポリラインをオブジェクトから計画線を作成で計画線にします。
そうすると、このオブジェクト計画線に変わります。この計画線から、標高エディターから高さを与えてあげます。今、高さが何もないんで高さを49とセットします。そうするとすべてのデータが49という高さになりました。ではこれでこの3次元地形に対してこの造成面を計画してみたいと思います。グレーディングからグレーディングを作成、そしてグレーディンググループを設定で、自動サーフェイス度量基準をチェックを入れて OK を押します。で OK を押します。そしてグレーディングを作成しますと。で今、作成した計画線を選択します。でグレーディング側面を選択ということで、外側にのり面を発生させるので外側を選択して全体に反映させますので、はい。でのり面の勾配を選択してあげます。これはこのまま、1対 1.2 と1対 1.8 で計画してみます。そうすると、グレーディングこのような計画になります。そして最後にこのグレーディングの中ですね、中詰めを行いますということで中を詰めて OK をします。そうするとこのグレーディング造成面どうなっているかというと、まあ、このような形で切り戸がだいぶ発生したようなのり面になっているかと思います。でこの造成面と航空写真を貼り付けたもの、これをオブジェクトビューアーで一度確認してみたいと思います。当然、航空写真が貼り付けた部分は、黄色になっているので今地形の下に隠れている状況です。したがってここの部分を切り抜いてあげるとこの造成面がはっきり見えるようになります。それではちょっと切り抜いてみたいと思います。表示順序を計画線を再配面にします。ティーンサーフェスがここで選べます。選べることを確認します。ここでこのサーフェイスからグレーディングのサーフェイスからオブジェクトを抽出、このサーフェイスからですね、境界の取ってきます。境界の情報を取ってきます。そうするとこの境界が情報として得られます。これは今 3D ポリラインになっています。この 3D ポリラインを 2D ポリラインに変換します。グレーディングのポリラインユーティリティからポリラインを 3D から 2D に変換と。そうするとこの 3D ポリラインが 2D の普通のポリラインになります。でここでこの地形ですね、地形のデータに境界を作ってあげます。要するにこの内側を表示しないということで境界を追加します。境界を内側と選択してあげて OK を押します。そしてこのポリラインを選択します。そうすると今、この地形ですね、例えばここの地形を選択するとこの部分カーソルが当たるとこの今切り戸の部分ですねが表示されます。要するにこの中の部分を非表示にしていると。そしてこれとこの 2D ポリラインですね、これを、表示順序再配面にします。そしてこのサーフェイスと外側のサーフェイス2つ選んでティーンサーフェイスが2つ、ここで簡単にオブジェクトビューアーで見てみます。このような形ですね。写真の部分が切り取られて
造成面、切り止め面がこのような形で浮き出たような形になります。このような形で、航空写真、周りの環境からこうなって、3次元の地形、地形と造成を両方見ることができます。また、このティーンサーフェイスから、様々な情報を取ってくることができます。例えばここで三角形を表示してあげると、ここのティンの部分ですね。サーフェイスのティンの部分が出てきます。またここから情報を取りましょうと。サーフェイスの UTT の、サーフェイスからオブジェクトを抽出。で、サーフェイスを選択します。そうすると三角形と境界。先ほど境界を選択しましたんで、三角形を取っていきます。そうすると一つ一つの 3D の面がこのように出てきます。ここで航空写真ちょっと見づらいんで、これを非表示にします。また、グレーディングのスタイルですね。この三角形も非表示にしておきます。そうすると今出てるこの三角形というのは、先ほどのグレーディングサーフェイスから作られたティンサーフェイスです。3次元の面ですね。このデータに、例えばこのように色を塗ってあげる。例えば半分。もう少し。これぐらい選択してあげて、ここの部分ですね。この色を、切り度の、造成面を作るんで茶色にしましょうと。で、ここの、のり面ですね。ここ DM データを、非表示にします。これは画像管理で、一つ一つ表示にしておきます。で、このグレーディングの面。グレーディングですね。これも、オブジェクトを選択で非表示にしておきます。こうすることによって、すべて今あるのが 3D 面ということになりますので、これで色を変えていきます。ここを茶色にしますと。これも茶色ですね。そしてこの切り止め。を選択してあげて、例えばこの色を緑としてあげます。そしてこの外側の地形データと今作った 3D 面ですね。サーフェイスから起こした 3D 面をオブジェクトビューアーで確認してみます。
ですね、色をつけたところが、きれいに、切り戸の色、もしくは、造成の部分の色という形で見ることができます。このように、いろんな、データを組み合わせて切り抜いたり貼り付けたりすることによって施工ステップだったり、こういうふうなプレゼンテーションの資料を簡単に作ることができるかと思います。また先ほど、表示してたリアルスティックの表示ですね、この表示の表示スタイルで、このリアルスティックの表示の場合に、面分割線、これを例えばなしにしますと、そうするとオブジェクトビューアーでもう一度確認すると、そのエッジのモードですねがなしになるんで、さらに先ほど、3D 面のところで出てた線がなくなって、このような、簡単なアニメ、プレゼンテーション用の資料ができるかと思います。このようにシビル 3D を様々な活用形で使っていただければありがたく思います。